椎名真昼と話したのはこの時が初めてだった。何やってるんだ？私に何かご用で。通りすがりの迷子の子。ありがとう。こうして俺と天使様の奇妙なお隣付き合いが始まった。いってらっしゃい、天音くん。これじゃ俺のダメさが際立つ。天使がない檻だ。私のままでは傲慢だと。わざとじゃないです。蚊に渡すほど仲いいんだな。育児なし。なんだかんだ俺もこの生活が気に入ってるんだよな。真昼にダメ人間にされてる。内緒にしてくれますか？天音くんにしかできないことです。全身で捕まえておいてください。こんなの好きにならない方がおかしいだろ。